すごいなんか豪華メンバーですね。多いですね。そうですね。いつもと違う感じで。いつもと違う感じで。はい、今回はね、まあ、新テルラビのメンバーでね、出ることになったんで、まあ、この番組30分なんですけどね、じゃあ今回はこのメンバーでお送りするんで、皆さん、付き合ってください、30分。よろしくお願いします。それではね、ね、グルダン TV のアイラブアイ始まるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぎこちなさマックスだね。もう半年ぶりぐらいに出たわ。そうですね。そうっすよね。久しぶりですね。なんでね、僕が出るのは。ちょっと、まあ、今回はね、何を話すかというか、まあ、基本、まあ、新店の宣伝になってしまうんですけども、ね、そうですね。よかったら見ててください。周りがすげえ静かですね。まだな、本当にどんな店だよってなるから。テンション低い。新店も。まだ起きてない感じですかね、これみんなね。起きてないね、まだ全然ね。いやでもこのメンバーと、まあ、あとプラスアルファでいっぱいいるんですけども、はい、後から入ってた方とか、はい、やらせてもらうんですけど、まあ、まだね初めての人とかもいるよね。そうだよね。そうですね。じゃあ初めてのこと自己紹介からね始めようかなと思うからね。じゃあ初めてのカズ、カズナリ君からね。はい、じゃあ初めまして、小田カズナリと申します。カズナリ、はい、カズナリで一応まあ滑ってるの小田と、まあ、天下取る小田両方兼ねてやった、こんな感じの滑りでやってます。よろしくお願いします。ほら、もうカズナリって聞かれてるからね。カズナリって、ね、はい、期待の新人ですね。新人だよね。あと ね、誰だろう、話してんのね、あれあインとかもね、うん、うん、あ、自己紹介終わりになる。どうも、すみません、初めまして、銀です。まあ僕、新歌舞伎町来て大体2ヶ月目ぐらいなんですけど、頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう一人ね、かわいいね、後ろのくんちゃん。あ、僕ですか。うん、あ、くんちゃん、どうも、はじめまして、くんぺいって言います。あ、僕も2ヶ月ぐらい前に歌舞伎町に来たんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいよ、いいよ。2ヶ月前かな。2ヶ月前ね。はい、いやーね、はい、新店ね、ラビエじゃないんですけどね。ラビまあ、ちょうどね、iPhone のすぐ通りの、なんて言ったらいいんだろうな、あのビルは。J ビル、4階になるんでね。iPhone の通りのミニストップの近くだよね。はい、1階になんか韓国料理屋さんみたいなのが入ってましたね。まあ、今日しかないかな、あと質問を聞けるのは、もう確かに、うん、全然ね、いっぱい言ってくれれば、基本的には答えます。はい、可能な限り、可能な限り答えます。枕いくらからとかは答えられないですけど。あー、そうですね、それはプライスです。そう、それはプライスですね。うん、でね、まあいろいろあるんですけども、なんかどうですか、今回ルイさんは新店の代表になるということなんですけども、はい、そうですね、この待ちに待ったというかですね、うん、本当に、まあ、万感の思いというのはこういうことを言うんじゃないのかなと。はいはい、頼もしいメンツと一緒にできるのは本当に、楽しみですね。はい、ガンズさんね、はい、自分はずっと iPhone でずっとやってきて、 iPhone しか知らないんで、うん、次の店はちょっと新人の気持ちでやろうと思ってます。いや、部長だからね。いや、もう新人でやってもらっては困るから、がっつり売り上げをちゃんと叩いてもらわないと。急にここでミーティングさせて、ちょっと掃除もやって、そりゃそうですけど、はい、そんな感じです。はい、あ、そんな感じ。あ、そうなんです。コミッション差半端ないか。半端ないそんな感じでいいのか。ちょっとみんな白くなんでね。あー、まあ、そうですね。
起きてないですね。これみんな新人なのか。これみ、いやこれみんな新人です。はい、あらある意味新人です。これみんな新人です。はい、まだ6日目です。みんな新人です。大丈夫か。9年やってますよ。はい。人多すぎて顔と名前が分からない。まあ基本的に誰が誰だか分かんなくなるのはまあしょうがないですよね、そこはね。まあそうしていうのは俺も名前入ってないですけどね、出演者が。あれ龍は送ってるんだけどね。ああ、うん、多すぎれんて、ほんと人はね、多すぎ、多すぎれん、人が多すぎれん、あ、思考、思考にゃんだ、思考にゃんが来てないね。あ、あと思考がね、いないっていうね、今日ね。まあでもどうにもなるかなと思うし、うんうんうん、なるし、なんかいっぱいでも質問してほしいね、逆に。あ、なんか、うん、あ、お願いのこと言いますよ。どこの人が見てるんですかね、これね。これ全国いろんな、全国いろんな人見てるんじゃないかな。何人、そうなんですか。何人ぐらい見てるのか、わかんない。こちらの何人、あっくん、もうあっくんって書いとったら誰か大体想像つくから。え、見てるの、アイフォンからしいって言ってもいいの。うん、まあ答えづらい質問だったら。うん、なんとも言えないですよね。まあこれでさせてもらえたら、なんかしてるよ。だ基本なんかみんなから何もないのかな、まだ。コアはね、当たってんじゃんかな。当たってんじゃねえかな、今。で、ふみふみは操作してる。操作してる。で、ダイヤ君は分かんない。で、レモンはどっか行ってると思う。どっか行ってる。レモンって誰？レオンです。あ、レオンか。そっか。受ける、うちら見てるだよ。もう複数系やろ。アックンで誰ですか？アックンで俺の方は操作中です、今でも。え、普段何、何人出てんの？だいたい4人かな。だいたい基本4人ぐらいなんじゃないですかね。どういうことやってんの、これ。企画とかやってる。企画、コメディ系みたいな感じの。歌歌ったりとか。全くなんかさ、何にもさ、考えてきてないと、こういうグダグダ感がもう否めない。そうですね。なんか急遽ね、ラビの宣伝をしてくれということでね、まあ、出させてもらったんですけども。内装とかって。内装とかもあるしね、多分みんな見たいと思うしね、今。内装とかどうなってるか。初回料金とか。初回料金いくらなんですか？うちは2000円なんで。1時間90分。1時間です。1時間。はい。1時間2000円なんで、ぜひね。まあこれを見てる男の子も女の子も、まあはたまたね、ちょっと真ん中の方も、もう本当もう全員来ていただければなと思うんですけどね。男の子も全員来てもらって、まあ従業員として、従業員として、ね、ああ飲みに来てくれてもええし、ジェイビルターがミニストップの向かい、斜め向かいところ分かりますか？数少ないトイレが借りれるありがたいコンビニです。そうなんです、すげえ臭いですけどね。いや、まあまあまあでもまあせっかくだからね、よかったらね、内装とかもね、見てもらいたいなと思うんでね。ちょっと結構可愛いのがね、可愛いがね、内装になってるんで、ちょっとよかったら内装出してもらえたら助かるなって。これ今の iPhone ですか？これ今ね、iPhone の感じなんですけど、そんな明るくないですからね、今度はね。ちょっとよかったら次の内装出してもらっていいですかね。あ、ちょっと、うん、向こうの人にね、まだ出てくる前にちょっと時間かかるかなと思うんですけど。店名可愛い。あ、そうそう、これ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 だよ。すげえ、いい感じ。これそれ、これですよ、これ。これですよ、花柄がね、メインに。あ、後ろ、あ、変わったのか。変わったんですよ、後ろもね。はい。ね、まあこの中で誰が一番しょぼいのって言われても、まあ誰がしょぼいのかは分かんないけども、みんな1000万プレイヤーだから、まあまあまあ諦めないですね。目標はね、まあでも iPhone より多分入りやすいと思うんで。あれでも壁全部これ花柄じゃないでしょ。いや基本的に黒と花柄とかね、多いんですけどね。結構落ち着いた雰囲気の、落ち着いた雰囲気の、まあ黒ベースというか感じでやってるんですけどね。こんだけ人ったら、こんだけ人おったら見えないよね、部分的に見ていただき、これは一応 VIP の方でね、よかったら他のとかもね出してくれたら助かるんですけど。億千万プレイヤーは、億千万プレイヤーはなんかすごい夢みたいやな、なんかな、億千万プレイヤーいっぱいいるんですけどね。あー、どうぞ。あー、ラブリーなね。あ、でもまあラブリーっちゃラブリー、ラブリーっちゃラブリーなんですけどね、横に今出てきてるんですけど。そう、内装かわいいですよね。内装かわいいよね、花で。銀ちゃんと同じぐらいかわいいからね。
いやもうギンギンですよ。ちょっと表現が変わってくるからな、それは表現が、うん、これはあのね、うん、キャッシャーのところがこうなってるんですけど、どうなるの、ケッちゃん可愛い？可愛いですね、うん、僕の次ぐらいに。本当？自分の次ぐらいに。ジェイビルって怖い。ジェイビルって怖いのかな。なんで怖い？僕はあのジェイビルってあの今回初めてね、あのビルで働かせてもらうんで、怖いんだ。感動切って死んでる。それはあのちなみになんですけど、あのどこの店ですかね。はい。あの基本的にあの iPhone じゃなければいいですよ、担当切って。まあ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 、はい、大丈夫です。歌舞伎町グルダン系もまあまあ一番上、歌舞伎町が怖い。ああ、歌舞伎町がね、僕も怖いですもん、歌舞伎町。歌舞伎町安全だと思う。すげえ怖い。歌舞伎町はあのケイちゃんがパトロールしてるから安全だと思う。日本一番いい場所なんだよ、ね、歌舞伎町は。カメラもいっぱいあるの。特にテレビ4階は本当にいい店が入るっていう、そういう説明があって。いいこと言うね。それはもうあれ全部入れ、はい、もうお客さんなんで、はい、かっこいい。1000万プレイは3人も配信する場所なんで、すごい店だね。すげえな。そのうちの一人がオタ君なんでしょう。わあ、4人目として期待されたんですけど、うん、はい。これから、はい、から暗いな。じゃあ、あんまり店知らない。支配人。来週は支配人。支配人っていうのはね、まあちょっとあまりいないんでね。それに近いマジシャンのひばりさん。まあ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 。iPhone 怖い。iPhone より全然怖くない。全然怖くない。iPhone よりって言っちゃうと、もう iPhone 怖いの認めてるね。iPhone も怖くないけど。昔怖かったけど、今はだいぶね、優しくなりましたよ。やっぱ僕たちも iPhone からね、新しく店が出るっていうことなんでね、やっぱちょっと iPhone のイメージは強いと思うんだけど、またまるっきりね、逆のね、あれなんですけどね、このメンツ今日だけです。はい、もう特別会で、特別会みたいなんでね、もう本当久しぶりにね、参加させてもらったんで、ちょっともう勝手が分かんないですね、何が何だか分かんないですけどね。難しい。来週からは東亜ダイヤ戻ってくるっすね。戻ってくるっすもんです。あれ来週だよね、やるのこれ。また来週水曜日もね、そうだね、もうだから俺らはあと3日はしか会えない。そうですね。まあ歌舞伎町近寄りがたいイメージ、うん、え、京都明日休みだから普通かだよ。ああ、そうか、明日休みだから普通か。まあ確かにこれが毎週。そうだよ。ああ、まあそれはお互い慣れてない。できないやつもあるし、慣れてないから。ああ、まあ景気いいです。いや、景気はそんなに良くないと思うんですけどね。まあこれからね、みんなで良くしていこうかなと、うんうん、そして全員のテンションがロー、うん、今ローだから、ね、ド M ですけどね、みんなね。みんなド M ですね。まあまあまあ、間違ってますよ。ド S じゃないです、ド M です、本当に。筆頭のド M やもんな。もうド M、ド M で生まれたら、ド M で生まれたら、ド M で生まれたら、ド M で生まれ。今日はの、まあ、最近飲んでるんだね、この番組は。あ、うん、アイラバイっていうのはね、飲んでるみたいで。あ、飲んでやってるんじゃないですかね、今ね。テンション上がるし、多分結構。俺ね、うん、飲んだらすごいですからね、僕は。飲んだら、そうそう、ね、飲んだらもう覚醒して。今の3倍面白いですからね。ああ、でも南で遊ばれてて、歌舞伎ね。おー、テキーラッコっつったら、まあ、たぶんカズキさんとかじゃない。いやいや、もうテキーラ入ったらカズキさんにね、頼むやつはないでしょう。カズキさんの、 あのキープボトル、あのコカレロしかないって聞いたんですけど。もう神殿は、神殿は飲まないんですよ。ああ、ベテラン。神殿ではもうシャンパンしか飲まないんで。ああ、右奥は、え、銀のことかな。銀ちゃんだよ。 あ、俺銀ちゃんは暴力だ。ああ、暴力だ。まあ暴力だよな。確かにね。この釣りだとそうかもしれないけど、実際会うと結構優しい感じで、そう、いい子ですよ。よくあの可愛いって言われるんですよ、うん、でもあのテキーラの神様いるんですね、南って。あれ、すごいね。あ、ぜひあの呼んで、こっちの従業員で。いやいや、そんなテキーラの神様、まあ会ってるは見たいけど、まあ、どんな感じなんだよって思うよね。なんかでも、なんかすごいメンバーが集まりましたね、今回ここ見てると。やっぱり敵神、敵神。いや、でも敵神様会いたい、俺もうちょっと。どこにいるんじゃないですか。いやいや、それは見たんだけど、あの遠くから見たい。どんな感じなんだろうって。あ、うん、すごく熱いな、これ。敵神か、照明とかありますか。敵神か、敵神かだと思う。敵神だろって言われてた。あのダブルのマークって何ですか。笑いって笑い。ダブル3つでウェイウェイみたいな。照明で、2照明ちゃう。
2チャンネルで決まったから。決まった。8とかすげえ多くて。8はパチパチパチ。すげえすげえ。ゲーセンで遊んでるイメージ強いのかな。ゲーセン、ゲーセン同伴とかしますよ。現実行かねえな、あんまりな。あー、そんなやってそう。取れないからやるね。あー、カッチャーさん、うまいらしい。ヨーキャッチャー、でも取れるまでやるな。あー、まあ確かに取れるまでやってるわ。全然突っ込んじゃう。ゲーセンあんま行かんな。そうだね。マリカーとかはよくやる。あー、うまくても下手でもなんとなくできるから。あー、そうだよね、基本的には。ゲーセンいいな、行きたいな。ケイト、ゲーセンできんじゃない。ケイト、ぼーっとし、丸く収まってる。ラビの初回得点ね。初回得点なんだろうな。あー、それ考えてなかったですね。結構いっぱいいろいろあるっちゃあるんですけどね。初回得点、初回、初回で呼べる。初回じゃなくて、なんか特別ななんかプレゼントみたいな。なんかあったらね。逆に何をサービスしてもらいたいですかね、皆さんはね。コカレロ1本。あー、死人が出るよ。コカレロ1本、死人1人だったらね。7月3日、7月3日、初回無料にしたらすごいの来ますね、これね。間違いなくね、すごいの来ますよ。7月3日オープンですか。一応あの予定がね、7月3日オープン予定なんで。そうですね。はい、待ちに待った3日がオープン予定なんで、よかったらぜひ遊びに来てもらいたいなと思うんですけども。でね、まあちょっと今が CM 入ってしまうんですけども、 CM 後ね、うちのね、ルイ代表の方からやっぱりもう大事な宣伝をね。あ、俺新人じゃなかったですね。大事な宣伝をね。新人って最近よく言われるから。新人の手で来たんだけど。それではね、またね、ちょっと CM 行くで、 CM 行くっす。はい。慰安旅行って年何回あるんですか。年4回で。今までどこに行ったんですか。福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾。誰でも連れてってもらえるんですか。入店してすぐでも行けるよ。マジだ。やっぱりロミジュリっすね。一番左の人はゆうすけさん。はい、昔ホストの学校とか。いやー、昔ね、このニコ生の番組でやらせてもらったんですけども。あ、その結構久しぶりですか。もう1年以上は経ってるんじゃないですかね。そうなってるから。もう僕と志向とでね、やってたんですけど。ねえ、まあるいさんね、女性みたいに綺麗な顔でしょ。あ、ユウスケ、誰がね、言ってくれたかね。羨ましいです。俺、暴力団って聞かれましたね。じゃあね、まあ、次ね、まあ、うちのルイ代表のね、まあ、いきさつとかもあると思うんで、よかったらね、ルイさんの画像とかも出していただければ嬉しいんですけどね。あんまりね、僕も口下手なんでね、何喋っていいか分かんないんですけど。長袖でもういいんですかね、これ。あ、もう全然ね、まあこの新しいね、このラビーっていうお店はですね、グループダンディと、iPhone のこのハイブリッドっていう、まあコンセプトのもとで、カミカミなんですけどね、やらさせてもらう、まあ全く新しい試みのお店となってますんで、まあ両方のいいとこ取りを目指した、全く新しい空間、本当に弾けるような面白い空間を、お客様に提供していこうと思ってますので、まあ、お客様もさることながら、ホストやりたいなっていうね、まあ、元気のいい方がいらっしゃったらぜひね、来ていただけたら嬉しいです。ぜひ、ね、7月3日オープンなんで、まあ、ちょっと軽い気持ちでノリでもいいんで、見に来ていただけたらいいのかなと思います。よろしくお願いします。ウィッシュ。いやー、ね、やっぱ気になるっすよね。まあ、やっぱ日本一古いお店と、で、今日本一勢いのあるグループがコラボで、コラボだから、
ルイさん美容師さんっぽいですかね。美容師っぽい。まあね、全然やれば、やれって言われれば全然切ることは可能ですけど、まあどうなるかは分かりませんはい、まあそうなりますよね。どうなるのかな。美容師ばっか、そんなみんな美容師っぽい人多いから。面白いやん、やった。俺が特にちょっと美容師っぽい。暴力団のかな。暴力団のかな。ビーって入るよ、それね。俺は暴力団ですよ。目線すごい。うわー、いいっすよ。暴力団ですよ。俺暴力団じゃないに、暴力団ですよ。暴力団。もう本当に髪の問題だと思います。美容師7人。カズさん、カズさん、ボケて。ボケてください。ボケてっていきなり。いや、もうすでにボケてますからね。はい。頭の方が俺ですからね。もう全てね。三大。あ、やばいやばい、それやばいって。けど、りんちゃんいじられるね。やばい。一番いじられてるよ。三大目に寄せた時点でもうただのじじられてる。ちょっとあの、りんちゃんだけじゃなくて、うちの可愛い可愛いジュゴンちゃんもね。よろしくお願いします。ぜひね、いじっていただけたら幸いかなと。暴力団とタクシーを出る。あー、金貸しには見えないよ。金貸し、セカンドバッグ持っといてんじゃん。確かに。可愛いですよ。あのこの前歯がね、特にチャームポイントになってます。可愛い。こう見れば見るほど、まあ噛めば噛むほどじゃないですけど、まあどん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 なんか味が出てきて、やみつきになるポスプレイヤーなんで。頑張れてきてるよ。ありがとうございます。そう、ぐんちゃんもね、もう可愛いんですよ。あ、グンペット。知ってられそうだよ。ぐんちゃんね、ぐんちゃん可愛いんでね。ちゃん軍足じゃないですよ、ぐんぺいくんですからね。もう後ろもう一人、後ろもう一人はあれ、あの暴力団の方です。暴力団と俺のこと。ぐんぺいくん、多分タイミング的に書いてる間に説明されちゃったパターンですか。ああ、そういうことか。いや、暴力団、まさか俺ここでこの言葉ワードが出てくるとは思うよ。暴力団厳しいんで。いや、別にあの進展のあの宣伝なんで、ちょっと別に暴力団の進展じゃないんですよ。そして言うなら暴力団やったらもうグループになってるから。まずあの暴力団だと細クラブ営業できませんからね、これはね。そういうお店はあのね、そういう方お断りなんで、うちはとりあえずのところ。はい、ああ、見た目より会話としてね。なるほどですね。それを言いますよね。そういうね、なるほどね。まあそれで顔も良かったらなおいい。なおいいんだけどね。見た目より会話と頭脳。暴力団営業ってあるんですか。名探偵みたいな。ほらほら、強化活動。暴力団営業みたいなやつない。入れない。そのうちルイさんが新宿警察迎えに行かんなかった。ギン君も怖い。そういう風にはなってほしくないからね、ギン君。はい、ね、名指し。優しい営業。やっぱうちのね、やっぱ仲間がね、やっぱコメントしてきてくれてるんでね。シコニャンは今日はね、遅刻ですかね。シコニャン遅刻ですね。うちの2枚看板のうちの1人が来ないっていう、ひどいですね、これは。まあ、遅れたことはもう間に合わないな。もう間に合わない。まあ、よくあることなんですよ。よくあるですからね。もうマイペースなんで。まあ、店に来てって言われたければ。壁ドン強括10万から。壁ドン違うどうやって。そうですけどね。あのうちのね、あの仲間うちがね、ルイさん時計くださいと。ああ、言ってますね。いや、時計はね、もう今まで何回もなくしてきてるんで。ちょっとなんか俺暴力団くんって言われてます。ひばりくんも次のね、あのこの人こそ中の人ですからね、これ。いや、本当の中の人ですから。ぶっちゃけちゃいますけど、ツイッターの中の人はひばりくんですからね。はい。ぶっちゃけましたね。ぶっちゃけますよ。シコニャは一応何でも普段の作りではないかな。確かに。壁。シコニャはボルグランじゃない。作りではない。シコニャはね、あのニャンチュウですからね。ニャンチュウ先生ですから。ああ。で何力なんでも。暴力なんでも。何力なんでもないです。一応ね、健全にホストやってるだけなんでね、みんな。うん。すごいな。暴力団か。もうそこから離れてる。こっちからは走れない。どうかようかなんて、今 J ビルに暴力団かってなっちゃってるやん。よし、離れよ離れよ。もうやばいな。こういう時に出てこない。やばいな。ケータはお酒飲めないもんね。そうです、僕お酒飲めないです。法令重視でね。未成年12月から飲めるの。そうです、僕あと半年後誕生日なんで、それで成人になるんで。そしたらシャンパン10本ぐらい俺自腹でおろすから。ああ、すごい嬉しい。その代わり全部飲まない。あ、でも誕生日が一昨日だったんですけど。
ね、なんで今誕生日今いや誕生日のくだりで、うん、半年後に10本ってことはあ、また、はい、ん、はい、小田くんに、ね、香りがくれるとは、うん、全然ありますよ、はい、うん、でもそれ欲しいですかそれはい、で全然売り上げ上昇なんとかだいぶ流れが変わってきた、うん、そういうのはね、やってないです。あすごいですね、流れ変えますね、すごい。ちょっとこの場でだった小田くん、小田くん、はい、それなんかあのワンピースみたいになってるけど大丈夫字が違うのね。ああ、先生、うん、そこまでの器じゃないんで、はい、小田くん、カズナリ、うん、はい、小田カズナリ、カズレーダーさん大好き、カズナリで、はい、小田カズナリ、どこも女もね、どっちもいけますっていう感じ。ゲイではないんすよ、2丁目では確かに働いてたんですけど、うん、ゲイではないんすよ。これこそね、バイブリッド、ハイブリッド、ハイブリッド、あ、まあまあそこはご想像にお任せしますっていう、はい、やっぱ全てのハイブリッドだね、ほんとに。まああれ、まあ濃いよ、そう、男の子も女の子もいけちゃうっていう、素晴らしい。まあ、うん、そう、桜井さんイケメンっすよね、かっこいいっすね。まあ恐縮です、恐縮です、はい、うん、恐縮です。顔はかっこいいんですよ、イケメンで男も女もいけるって、これはもう最強でしょ。最強だな、ね、まあ大体売れっ子はね、両方悪いところなで、やっと天下を取れるんじゃないかな。そうっすね、ほんとに、あの、うん、織田信長は取れなかったけど、カズナリは取れっかもしんねえぞ。そうなんですよ、歌舞伎で天下取れっかもしんねえぞですね、あの、部下に裏切れないように、うん、これから入ってくる後輩には優しく優しくしようと思うんで、うん、この入って6日目の私が、うん、後輩には優しくしようと思うんで、みんな来てください、うん、はい、久しぶりに来いって、はい、あの、いや、新人の新しい従業員の皆さん、もうこれ完全に織田違いになってるからね。織田違いに俺はなるって、これもね、ワンピースをパカってんじゃねえか。まあまあ、歌舞伎の王に俺はなる感じで頑張っていきたいと思うんで、はい、歌舞伎で毎回思うけど、コメントのセンスがいいっすよ、ところどころ。これすごいよね、これすごいよね、織田だけに、はい、うん、俺なんか女の子思ってたわ。まあ、問題1分前だ。ラビーはね、あの、偏ってるわけじゃないんでね。まあ、みんな個性的 で、 そうです、ね、あれラビーってフランス語で、違う違う、暴力団、うん、え、フランス語で暴力団、違う、ラビーなんか意味あるんですか。フランス語ラビーは人生ってね、意味がね、人生とか、はい、人生と、ね、人生、ね、うう命とかね、うん、50年そういう意味です。あーそれね、そうです、身内大事にしなきゃ。まあでもね、このね、まああの、まあね、浮気は、何だろう、ワキュー、ワイワイ、ワキュー、ワイワイ、ワキュー、ワイワイ、ワイワイってやってるんですけどね、あの、まあもうすぐオープンなんで、よかったらぜひ、はい、ね、あの、直接見に来ていただけたら嬉しいなと思うんで、ぜひラビでお待ちしてるんで、皆さん、またよろしくね。よろしくお願いします。まだまだ従業員足りないんで、お願いします。お願いします。まだ10秒ありました。また10秒全然あった。久しぶりだから、もう忘れちゃったけど、4月3日オープン、また待ってます。4月3日、3日です、3日です、3日です。